災害パニックもので全編クライマックス。それだけでもすごい見応えなのに、ラスト7分もう涙止まんねえ止まんねえ、ヒエヒエイ。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。このチャンネルは公開前の映画を試写で見て紹介したり、今やってる映画を映画館で見て紹介するチャンネルです。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日紹介するのは試写で見せていただきました、久しぶりの災害パニックもの、こちら10月6日公開、フラッシュオーバー炎の消防隊ですね。監督はオキサイドパンです。いやー、中国映画です。この映画もう珍しいことに、もう災害パニックものって、今まではタワリングインフェルノとかスカイスクレーパーとかで、他にもいろいろあるんですけど、その火事になる原因に関わる人たち、そしてそこに居合わせる人たちで、その中で消防隊員ではないんだけど、その映画の主役となる、人々を避難させたり、火を消すきっかけを作る、主役がの人たちとかって言って、消防団員とかはあまりピックアップされない、映ってもちょっと透明だったりねしたりするんですけど、バックドラフトとかあったか、バックドラフトとかあったんですけど、これ久しぶりに消防隊員メインです。もう消防隊員メインでガンガンいきますね。消防隊員目線でもうどん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 火を消したり、いやもう人々を助けたりするんですけど、ストーリーはですね、言っておきます、概要欄に横弦貼っときますんで、動画一回止めてそれを見てから、このまた動画に戻ってきてみるのもいいかもしれませんが、ストーリーは入り口しか言えません。入り口だけちょっと、もうね、その地区の消防隊が主役というか、メンバー全員が主役なんですけど、その地区にある工業団地、もうでっかい敷地にいろんな工場が集まった工業団地の一部が火災になって爆発したと。もうそれだけでもすごい、それだけでもすごい爆発なんですけど、工業団地広い、いろんな工場が集まって、危険物もガスとか、もう爆発する液体とか、いろんなものがね、もうこう大量にこういろんな工場にあるんで、もう食い止めなくちゃいけないという、そこに地区の消防隊が行くわけですよ。で、工業団地だから、もうね、いろんなところで火災が起きて、いろんなとこで人々が倒れたりするんだよね。だからね、いろんなもの、いろんなそのクライマックスシーンが怒涛のように来るわけ。もうハラハラドキドキで、もうねスクリーンも熱々なんだけど、心も頭も熱々だよね。俺冷蔵庫マンで冷え冷えなんだけど、もう熱々、もうずっと熱かった。そしてこれスクリーンで見なきゃダメよ。もうなんだろうな、お金かかってんな。もちろん消防隊の消防器具も現代の最新鋭、もうドローンとかも出てたり、あといろんな、こんなのあるんだみたいな、だから化学薬品の火災だったらこういうものを使わなきゃダメだとか、いろんな新しいね、その機器というかね、消防機材というかね、そういうものがもういろいろ出て、で、もちろんはしご車とか普通の消防のね、その放水車とかも出てくるんですけど、そういうのが好きな人も胸熱の連続。そしてね、また消防、その地区の消防隊員の面々がまず行くわけですよ。その後に遅れて、その周りの地区の消防隊員がガーって集まってきて、その集まるまでをまず自分たちで止められるもの、救助できるものを助けようとしていくんですが、危険ばっかり、すごいのよ。
だったあそこに人が倒れてるってこうねみんな各自分かれていくんですけどその各自分かれてるんで それぞれでまあまあまあほんといろんなことが分かるもうそれで全編クライマックスいいっすねでちゃんとそのもうどこで何が起きてるのかとこういうことが起きるとこれがまずいとかっていうねうまくこういう風にねただ説明するだけじゃなくてねこう入ってるわけですよいろんなこう人が出てきてこうそれが分かりやすいしあと人間関係ですねもうそこの地区の消防隊の人間関係そしてそれぞれのバックボーンもちゃっちゃっと入ってるんですねその入り方がもう少しの時間なんですけどうまい本当にうん災害パニックのテンポ全く崩さずに入ってくるし緩急のリズムとしてこう入ってくるからいいわけこの災害とか人間関係とかそのいろいろ救助してるのとかが最後にグーッとなって涙止まんない7分になるわけねいやー災害パニックものでねいやもうドキドキワク、まあ、ワクワクっていうかもうドキドキハラハラするのはねもうめちゃめちゃもう今年一番したんだけど最後の7分もう涙止まんないのが終わったら気がついたのよ映画で今年一番泣いてんの俺ってだから今年一番泣ける映画でもありますねこれスクリーンでもうでっかいスクリーンでやる劇場があったらもう一回見たいよねこれ10月6日、来月ですね、よろしかったら映画館でこれからもいろんな作品紹介していきますいいねチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは冷蔵庫マンでしたひえひえい